ただきます。お肉もなんか鍋の上に鍋なんだけど、うん、行こう。できると思うんだ。いや、そうだよ、ちょっとそうだよ、頼んだ、そういう時にバーベキューやるよし本当はね、やる気だけじゃダメよ、いろいろアイデアもやる、うん、
体以上に収穫できていて、今回もアルコジャガイモにも期待しています。前回の夏野菜も南国を収穫していきます。しっかりと、うん、白もいっぱい、いや、こっちの方がいいね。原因は分かりませんが、これからそんな困難しているうちに、はい、いいよ、食べるか。今年、穴を開けて土に混ざすことが覆いかぶさり、手当たりの邪魔にならない。豚骨醤油と味噌。あー、どっちも美味しそう。エビと香味の好きな方でいい。私味噌かな。でも半々にしよう。でね、これはね250のお水でとお湯で溶く。野菜炒めのっけたらええやろ。うん、ダメじゃん、合うときは。今日の夕飯は海鮮チゲにする。締めはね、うどんでもご飯でクッパ風にしてもいいって。あ、ニラも、ニラあったっけ。ある、ある、ある。前使っちゃったよ。まだ気になる。豆腐も白菜もしめじも、あ、いいじゃん、今日これね。失礼、乗っけてください。結構な量だね。あ、そんな野菜炒め頑張んなくてもいいよ。よいしょ、いただきます。いただきます。お腹空いた時は麺からいきます。
全然良きなんだが美味しいね。うん、うん、美味しい。うん、ありだね。これは生鮮市場のラーメン。うん、同じかな。でもスーパーに入ってる、うん、かもね、うん、これは豚骨醤油。うん、うん、こっちだわ。うん、もう一口。ちょっと甘さ控えめだね。オーブンで170度で10分ぐらいかな。